日本の農業。日本の農業は、日本における農業とその状況である。海外での日本食ブームによって、2013年頃から、堅調な農作物や、その加工品の海外輸出が、毎年増加している。日本の農業、林業、水産業除くの国内総生産は、2016年で5兆に、399億円であり、 全産業の0.97%を占める。就業人口は2017年で181万人、食品製造業を除くであった。旧来の日本の農業は、関税や補助金による保護や、農作物の価格保障によって、国の農業政策に沿う穀物を生産するだけで、一定の経営が保障された。しかしこのような農業政策撤廃を迫る、国際的圧力が強まり、 日本の WTO の加盟による農産物の貿易自由化などからこれらの保護は徐々に減り日本の農業も国際市場における穀物価格の動向に節影響を受けるようになってきている農産物の輸入自由化によって大手穀物メジャーカーギルなども進出し安価な海外産農産物が輸入されたので価格競争力の低い国内農業では 付加価値の高い品種に重点が置かれている。また農業従事者の高齢化に伴い離能は、市内までも出荷をせず自家向けの生産しかしない農家が増えており、農業共同組合や市場に実際に出荷している農家は統計より少なくなっている。しかし農産物直売所の売上高は全国的に増加しており、小売店や飲食店、消費者への直接販売も一般化し、 販路も拡大してきている。農産物の輸入自由化が進んできた結果、国内では作物が不作の場合でも輸入品によって供給されるため、市場価格は世界市場の影響を受け、以前ほど値上がりすることがなくなり、経営が悪化する一つの要因となっている。近年、世界市場における食料価格は高騰しているが、円高も進んでいるため日本国内における、 輸入食料品の価格はそれほど上がってはいない。市場価格が、いばあい場合、利益を上げる選択肢として、工作面積を拡大して、生産量を増やす案が出ているが、大規模農家に転換するには相応の資金が必要であり、負債の返済のめどが立たないため、個人経営での農地の集約はなかなか進んでいない。また、国内での新たな農地開拓は困難であり、 ヘクタール単位の補助を運用できるような余地も少ない。さらに、集約によってコスト削減を追求する場合、単純作業をパートや機関労働者に任せることになり、これは他業種で言えば派遣労働などに属する部類であるが、農業では季節に応じて仕事量が大きく変動し、また同一の農産物を生産する限り需要が重なることとなるため、 そのあたりはどう処理するのかなど、問題点も多い。後継者がいないが放置できない農地を他の農家に定額で貸し付けることがあり、有料農地については、ある程度の集約は期待できるとされる。しかし単純に散在する農地を一つの農家に任せることとなったとしても、経営改善の効果には限度があると考えられる。すなわち、 宅地と混在した細切れの補助を集めて、統計上の数字で規模を大きくしても、例えば一台のトラクターが、同時に作業できるのは一箇所であり、人間についても同様のことが言えるのであるから、補助間の移動や管理のために、一箇所に集約された農地を保有する場合と比較すると、多くの機械や人員を分散して確保せざるを得ない、異なるのである。また、 現在の農業は家族経営の最低賃金を割り込んだ労働で維持されているが、組織化すればそのようなことはできないため、結局は現状の家族経営よりコストを圧縮することが困難である。現在、品目横断的経営安定対策が実施段階に入っている。これは集落単位の営農組織に農地を集積することで経営の効率性を上げる施策だが、 これまでの農家単位の農業から集落単位の収農場的な農業への転換は個々の農業者の意識の面でも機械装備等物質的な面でもスムーズには進んでいない。現在、日本各地では後継者不足の解消のために全く別業種からの人材、定年退職者を含むもしくは新卒の大学生、あるいはニートなどの失業者を新規就農させる。 取り組みが行われており、メディアへの露出も徐々に増えてきている。これは、林業や漁業など他の第一次産業にも共通して見られることである。しかし、新規収納のためには、制度的な課題も参見される。特に重大な課題は、新規収納者の農地確保の壁である。日本の農地は、農地法により、農家以外への売却や多用途への転用が厳しく、管理されている。 田んぼや畑、雑種地などの地木を持つ土地は固定資産税が宅地に比べて安価で地下自体も極めて低い傾向があるために実際に工作する能力を持つもの以外への売却は脱税や資産隠しあるいは不正な土地利用の防止の観点から認められていない。農地方の管理下にある農地を購入するには農家資格を有することが絶対条件とされているが この農家資格は一定以上の規模の農地を継続的に工作している実績が認められなければ取得できないため農家の家庭出身または婚姻などの手段で先代の農地を世襲で引き継ぐなどの方法以外では全くの新規収納者が生活を成り立たせるためのまとまった規模の農地を自己所有することは極めて難しいということにもなるそもそも 新卒者や失業者にはまとまった土地を購入するだけの資金を工面することが困難である。そのため、現在の収納形態としては、概ね次のような手法が主流である。1. 農業法人への就職。2. 大規模農家への研修整理。3. 農業共同組合。または、自治体の農業研修を経ての独立。1. ヤニの場合には、 新規就農者は労働者としての立場となるため、新卒学生やニートなど自己資金がさほどないものでも収納できるメリットがあるが、収納先によっては激務発給など労働条件が極めて酷であったり、他の職種の途程制度同様に実質的には無給に近い立場となる可能性があることも覚悟しなければならない。現状では新規就農者や農業研修生の人権保護 目的にした労働組合も損しないため、労働条件の確認は事前に十分に言っておく必要がある。3の場合には、新規就農者は農業技術者、小作人である同時に経営者としての立場となるため、しっかりとした経営感覚及び十分な経営資金を持つものでなければ継続して事業を続けることが難しい問題が存在する。 自己資金が乏しい場合には研修運営元が融資を行ってくれる場合もあるが、この状態からお弱農地を実際に購入して完全独立を果たすのは決して容易なことではない。新規収納の労働条件としての問題点は日本の農業というものの構造的な収益性の低さや格納家が抱える人権費削減の課題などと密接に絡んでいる。受け入れ側は 技術や農地の継承というよりも単なる安価な労働力か、地主として農地の減価償却を行うための小作人としてしか、新規収納者を見ていない例も参見され、収納側も特殊な農業技術の習得や収益の大きな販売営業手段の確立など、経営者、技術者として高度な専門知識が必要であることを理解せず、派遣労働に似た。 単純労働先としてしか農業を捉えていい例が参見されることが、こうした労働条件と現実のミスマッチを生む要因ともなっている。機関的農業従事者の高齢化傾向はまだ続いているものの、近年、新規収納者は増加傾向にある。特に2008年頃からの深刻な就職難から、若い世代の人々が収納を目指す動きが盛んになり、 限られた資源枠に多数の希望者が殺到する事態になっている。農林水産省の管轄する農業に関する法律は多数に及び徹底した管理を実施している。規制緩和を行い収納者を増やす動きや農業の法人化についても検討されつつある。以下は関係法令の一部である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。